FM 宜野湾のラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中で精神科病院で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安でその気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いてるメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。ケンタさんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきでいろんな角度からお答えいたします。もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103@gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、本日メンヘラジオ収録となっておりますが、はい、まあ先週に引き続き、うん、2本撮りの2本目となっております。はい、で本日がね、メンヘラジオの記念すべき、記念すべき第50回、50回、はい、すごい、はい、50回もよく続いたね。50回も続いたね。メンヘラながらね、夏実さんがもうヘロヘロになりながらやったこともあるし、休んだりとか、俺一人で収録したこともあるしね。そうそうね、うん、その間にお薬飲んで寝ちゃった日ね。お薬大量に飲んで ね、 寝ちゃったね。みんな真似したらダメだよ。夏実さんはね、特別な訓練を訓練受けてるから、あのお薬大量に飲んでも大丈夫だけど、ダメだけど、あ、ダメだよ、両方よりはね、ちゃんと、うん、守りましょう。はい、でこれが、放送日が9月11日になってるんですけども、うん、現在まだ8月、8月、今日何日だ、今日は21かな、うん、だから随分あの先の放送にはなるんですけれども、はい、本日も先週に引き続き、うん、あの素敵なゲストお二人をお迎えしております。うん、どうぞ。るいきくんです。はい、です。ラシューです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先週に引き続き、るいくんとナシューさんにね、来てくれてます。来ていただいて、はい、本日はね、うん、先週はちょっとトークテーマの方に時間を割いてた部分があったんで、うんうん、あのるいくんは何度かゲストで来ていただいてるんですけども、うん、前来てくれたね、うん、ナシューさんがね、今日はもう僕らとも初めましてで、うん、まだ未だにね、ちょっとめんどくさいなとは思ってるんだけど、もしかしたら、わかります、ああ場合によってね、匂いはしてるんだけど、まあでも同じメンヘラとして、ね、そうですね、メンヘラ仲間としてすごく仲良くしていきたいなというか、もうちょいいろんなことをねお聞きできたらなと思ってるんで、二人のね、まあどうやって出会って仲良くなっていったのかとかね、入籍にまで行かぬかっていうことやめろやめろ入籍するのかな、入籍、ああなので、マイク大丈夫、オンになってる、なオンになってます、聞こえます、入籍ね、いろいろ話しやると思いますので、はい、本日も、短いお時間ですが最後までよろしくお願いいたします。メンヘラトーク、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ4人で、はい、今日は4人で、今日は4人でテーマに沿って時にはテーマから脱線しつつ、うん、いろんなことをお話ししていきたいと思っております。はい、メッセージとツイキャスもどんどんもうポンポン上げてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では、冒頭でも話しましたように、はい、今日はるいきくんとナシューさんをお迎えして、うん、はい、30分お送りするというところで、うん、先週はね、たまにちょっとお話深いところまで聞けなかったんですけど、うんうん、ちょっとまあ短い時間ではあるんですけどもね、うん、まず2人はね、何者なのか、何者なのか、じゃあ何者なのかどこでね、なんていうのかな、仲良くなって、知り合って仲良くなったのかっていうのを、うん、まあどちらからでもいいんでお話できれば、うん、初対面の印象とか、そうそうそう、どう思った、初めてお会いした時は、これあなたでしかないんですよ、頑固そうで危ない人かなと思ったんです怖っと思って、あ
僕も、うん、あの思い出せる範囲だと、うん、自分なんかや頭おかしかったんでその当時、うんうんうん、お互い様ちなみに何年前ぐらいに初めて出会ったの？2年前。あの 2年前9月ぐらいじゃない？そうでしょ、2年前のね、うん、2年前の9月っす、うん、あじゃあもう本当にちょうど2年ぐらいのお付き合いというか、そうそうですね、はい、うん、じゃあナシュさんは逆にルイク君の第一印象というか、うん、第一印象なんかどこにでもいる、うん、地味で平凡な兄ちゃんと思ってたんですよ、うん、あんちゃんとね、こっちから話しかけてきてたんですよ、あ、レイクの方から話しかけてきてた、で、なんか交わりを持つたびに、うんうん、あ、こいつやべえやつお互いにやべえやつだなってやばい、お互いがお互いやべえと思って、メンヘラ同士ではね、結構あの喋りながら、こいつもしかしたらやべえやつだなって、やべえやつ、でも面白そうだなってなるからね、我々自己物件なので自分も自己物件って言っちゃうんだ自己物件あ自己の G が違うのかな、自分で己って書いて自己物件かな、あ、そうなの、そうなの、あ、わかんない、いい方には取られたけど、あ、ほんと、うん、で、実際仲良くなるまでどのぐらいの時間かかって、何かきっかけあったの、急激に仲良くなるきっかけとか、この話で盛り上がってさとか、これが、うん、僕がこの年になったら初恋みたいにしちゃって、ほうほうほう、頭おかしくなってたんですマジで頭おかしいって表現は本当語弊あるんですけど、うん、でも言わせてください、僕の主観なんで、うん、本当に頭がおかしかったんですよ、おかしかったです、おかしかったです、でそれで僕その当時、あ、じゃあ恋愛相談みたいな感じをして、うん、でそっからまあなんかドライブ行ったりとかして、うんうんうん、でそれでそうっすね、もうなんか名古屋まで車ブーンと走らして、うんうん、好きな人の名前絶叫してて、うん、でそれでもう、うん、ガチやべえなっていうことから仲良くなりました、あ、そうなんだ、そうなんですよ、青春だね、青春といえば青春だし、初恋が確かなんか20過ぎてから22、23ぐらいでなったんだっけ、そう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 、それはなんか聞いたことあるけど、そのじゃあ当時初恋した、ルイク君のお話をナシュさんはいろいろ機会聞いてたんだ、うん、相談に乗ったり、そうですね、はい、うん、で実際に相談するわけだからアドバイスをもらうわけじゃん、あ、もうアドバイスとかじゃないんですよどういうこと、何、どういうこと、衝動がやばすぎてひたすら人の話聞かずに絶叫してたその人の名前ねそうなんずっと絶叫してた、ね、ことあるごとに絶叫してた、車の中でです、車の中で、運転しながら、運転しながら、うん、そうなんだ、そうなんですよ、じゃあ助手席で聞いてて、うん、怖ってなるわけ、なりましたよ、こいつやべえなって、あのアクセルね、全開にしても突っ込んでいくんじゃないかなって、ああ、それはちょっと恐怖感、ね、そうそう、そうそうすごいな、シートベルトも絶対、もうね、うん、ちゃんとつけてたんですよ、うん、彼の車の時は、うん、いや、シートベルトはまあ、ちゃんとつけてるとこまで、まあ、つけてる前提だからそうそうちゃんとつけてたんですよって言わなくてもそうそうそう、前提はつけてる、あ、でも後ろの席だったんで、あ、うん、後ろの席でも怖くて、そうそうそう、で、なんか速度超、ね、なんか速度をめっちゃなんか速くなっていったら、うん、車のドア開けて、うん、あのか、車の外に出てから、うん、事故の前に、うんうん、そういう、こう、頭の中にシミュレーションして、シミュレーションしてそれぐらい怖かったそれぐらい怖かったで、ちなみにあの恋愛はどうなった、あ、もちろん破局に決まってるからですね破局って言い方、あ、違う、マジで付き合った前提みたいな、やだやだやだ、違う、あの玉砕って言った方がいい、あ、なるほど、日本語むずいな日本語むずいな、確かにな、じゃあ逆に、あのナシューさんの方から恋愛相談とかはあったりとかはしないの、最近あったんですよ、最近あったの、そういえば先週なんか言ってたな、恋愛でちょっとメンヘラ出たよって、あ、そうそう、なんか言ってた、言ってたね、自己紹介で、じゃあそこいじっていいのかな、いいです、今もしてるんです、あ、今もしてるんです、はい、じゃあ現在進行形の恋なんだ、進行形です、うん、お相手はちなみにどんな年齢ぐらい、年齢は同い年とか、見てたことあるんだ、見てたことあるそっかそっか、まだ打ち明けてはいないんだ、うん、あ、じゃあ今温めてます、あ、そうなんだ、そうなんだ、じゃあ楽しいね、そうだね、今だったら片思いって本当に楽しいと思うから、楽しいです、でしょう、楽しい、苦しいか、苦しい、写しとこうな、苦しいか、写しとこうな、連絡は取り合ったりしてよくやりますよ、あ、そっかそっか、はい、楽しいね、楽しい、今ね、でもそれでも苦しい、あの前までは、うん、なんか心が癒されてたんですけど、うんうん、最近苦しくなってきて、あ、そうなんだ、ちなみにどのぐらいの期間をその子に、その子のことを思ってるの、好きになってからどのぐらいになるのかな、すぐ好きとかじゃなくて、会ってからなんかすぐ好きになったとかじゃなくて、うん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 、
どれぐらいだろう、ね、お話ししたり、お話しして、あったりするようになってから、そうそうそう、なんかちょっと深い関係になっていって、今年の2月3月ぐらいですね、なんか気づいた好きになってて、今何とも思ってなかったんですけど、気づいた好きになって楽しい、楽しい、いいね、いいね。じゃあちなみにるいくんはその子のことも一応は知ってるんだ、ね、面識はないんですよ、うん、あ、そうなの、うん、あるなこれ今今あ、そうかそうか、あんまり深くね、仮に聞いててね、なんかその子がね、でも安心していいよ、この子深夜帯のラジオだから、あ、そうか、早く寝る子だ、早く寝る子って寝る子育つんだよ、ね、じゃあ2年前に2人はじゃあ出会って、うん、そういった恋愛、お互いの恋愛相談もしながら友情関係を育んで、うん、そうなんですよ、うん、今はじゃあよく遊ぶ友達、そうだよね、そうですね、結構遊びますね、うんうん、じゃあるいくんは僕らと出会ったのがハピワンで、そこからハピワンとはまた別のいろんな、なんていうのかな、ところというか生活訓練施設のところに行くようになって、そこで出会ったのかな、そうですね、そんな感じです、うん、じゃあ、まあ、ハピワンだけじゃなくてそういうところに行ったから新しい友情ができて、2人とも、2人はちなみに年齢はどのぐらいになるの、お互い、あ、僕今サバ読んでたんですよ、自分のね、年齢にコンプレックス、自分コンプレックスがあって、あ、年齢の割に精神が追いついてないなみたいな、あ、はいはいはい、でもなんかもう最近はもうちゃんと開示するようにしてて、うん、32歳ですね、あ、32なんですよ、うん、若く見えるね、本当なんですよ、若く見えるね、32って絶対言われる、20代前半にしかも、でしょ、20代で言われるでしょ、そうそう、で僕が26なんですけど、うん、最近なんかあの大学行きたいからオープンキャンパスついてってって言われて、うん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 、ついてって、でなんか授業なんかをこう聞いてたんですけど、うんうん、なんか講師の先生に、うん、あーお父さんですかって俺聞かれたんですよ、やばないですか、やばないですか、お父さんじゃないですよ、逆に年下じゃないですか、お兄ちゃんまでわかるっすよ、お父さんっておかしくないですか、お父さんって思ってショック大きいな、お父さん、やっぱなんかデカンと構えてたからかもしれないですね、あー、なるほど、ちょっとあの落ち着いた見えだったかな、そうそうそう、もしかしたらね、お父さんじゃないですよお兄さんの、こっちがお兄さん、そうなんです、うん、そう、びっくりしたたくましいからね、落ち着いてるからね、落ち着いて見えるからかな、ね、確かにそうでしょ、中身落ち着いてないっすね、うん、それはわかるよ付き合っていく中でね、分かってる、だってさっきもなんか変なこと言ってた、ちょっと外で、ほら、マジですか、ほら、あれ、あれを収録前に言ってた、あれを聞きたいな、あの、ありがとうございますを、あー、最近のマイブーム、最近のマイブーム、楽しかった、お家で帰ってきて疲れすぎて、うん、なんか、ありがとうございます一文字で言えないかなみたいな、うんうん、でも、ありがとうございますじゃないですか、うん、何文字、9文字、9文字、9文字ぐらい、うん、ありがとうございますを一文字で、ありがとうございます多分どっかの芸人さん絶対やってると思うんですけど、なんか多分なんかどっかうっすらと記憶があるもしかしたら、もうこんにちはと思う、あ、じゃあこんにちはっつってお家に誰もいないんですけど、うん、壁に向かってやってましたもん、ボーっと友達がやばって言ってる、あんたもね否定しない否定しない、じゃあお互いになんかやばいな、こいつのこういうところやばいなみたいなところあるの、あります、あります、どういうところ加減知らないぞこの人、加減を、あの、なんか面白い時って、うんうん、その引き側がしっかりしてるから面白いじゃないですか、あ、はい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 、だけどそこに同じネタを何回も擦り続けると、うんうん、面白いというくどいじゃないですか、くどいね、よくやるんすよナッシュはくどいんだ、ナッシュはくどいんだそこが面白いんですよ、ああ、なるほどね、そのくどさが一周回って面白くなってくる、それが癖になる感じか、うん、あー、それはなんとなくわかる気がする、くどさが面白くなっていく感じ、そうなんです、うん、じゃあナッシュさんはちなみにるいきくんのどういうところを見てヤバいって思うことが、はい、ね、うん、ネットのね、うん、ちょっとなんかちょっともう普通の人入ってはいけないような世界があるんですよ、うん、そういうネットの、うん、ネットの目が怖い、だから表情作り方わかんないなって話で、うん、そこのね、うん、住民だったらしくて、住人だったらしくて、うん、昔、今も今も今もいわゆる2チャンネルみたいな、2チャンネルの中の、うん、ちょっとだ寄りついたらいけない、うんうん、立ち悪い、ね、うん、住民の世界があるんですよ、僕はあんま分かんないんだけど、うん、そこのネタをしょっちゅう言ってくるんですよ、この人
ビッパーとかかな。違う。もっとたちは。もっとたちは。そんな感じです。あ、マジで、うん、あまり深掘りしないで。なんか隠したい過去みたいな感じなんだけど。深掘りしないです。あ、それはもしかしたらやばいかもな。そういう動画ばっかり見てるんだよね。うん、元からこういう顔なんだろう。まあでも仲良さそうで、そうやって、ね、やお互いにね、そういうとこやばいよって言えるのは、うん、言えるのある程度ね、やっぱ関係性がね仲良くないと言えないさ、遠慮してね、ちょっと気を使って、そういう意味ではそういう何でも言えるじゃないけど、ある程度心を開いて言える友達ができて、うん、それがね仲良くできてるんだったらすごい良かったね。そうですね、うん、よかったよかった、いいと思う。いいね、いいね。二人の見てて、夏美さんはちなみにどう思う？二人の見てて、二人の、二人を見てて、何を見てた？ああ、なんだろう、挙式はいつだろうって。だから入籍はしてないんだ。入籍してないですよ。すいません、これもナイパーツな、面白くなくなるからな。やめて。2026年7月28日とか言うじゃん。いやいや、絶対絶妙に具体的な感じ。ちょっと もしかしたらあるかもしれないみたいなね。僕女の子の方が好きなんで。俺も無理だ。まだないわそんな。あ、そうそうそう。まああの二人の仲いいところが見えたところでね、うん、あの楽曲紹介の方を行きたいと思います。うん、あの今日の曲は何でしょうか、ね。紹介いたします。楽曲は。うん、ミオ山崎さんのノイズ好き、はい、こちらぜひお聴きください。お、今好きって言ったけど聞いたことある？いや、昔からもう僕分かってますよ。彼女が出てきた時から発掘してました。うん、俺これね、あの俺はアニメが好きだから、引きこもってた時期にアニメ見るようになって、でその時にあの地獄少女のオープニングで、地獄少女ってあの、うん、オープニングで使ってて、うん、これね、俺ミオ山崎って、はい、歌ってるのが女の子なんだけど、女の人、うん、今、まあ、ちょっと聞こえると思うんだけど、うん、女の人なんだけど、うん、ソロシンガーのとしてのミオ山崎だと思ってたの。そしたらバンド名、あ、バンド名だったんですよ。俺知らんかった。俺も今知りましたもん。ね、ミオ、うん、山崎って聞いたら、この人がミオ山崎な、山崎ミオさんなんだろうなみたいに思うさ。ミオ山崎っていうバンド名なんだね。バンド名なんだ。俺これ最近知った。へ、うん、なんならこ今日紹介しようと思って、このミオ山崎のことちょっとなんか話せることを見て調べてみようかなと思って調べたら、バンド名、4人組のバンド名、バンド名がミオ山崎。面白いなと思って。そうなんだね、うん、顔ももう出してます。あー、顔はどうなんかな、わかんない。昔は出してなかったんですけど、確か解散はもう知ってるよね。知ってるんですね、うん、そこ最近の動向わかんなかった、うん、知ってたはず、最近ウィキペディアで見たから、ウィキペディア、ツイキャスはどうですか、なんか来てます？ツイキャスを、はい、はい、サッチーさん、沖縄大好きさんと、うん、2週目もこんばんみー、あ、こんばんみーってことで、武蔵さん、皆さんお帰りなさい。はい、2週目のラジオ収録の配信お疲れ様です。武蔵さん、ありがとうございます。ねえ、サッチーさん、収録後時点では8月21日収録後時点でヘロヘロ状態です。ああ、そうなんだ。今日サッチーさんはね、うん、俺たちの前に収録してたはずだからね。沖縄大好きさんはウェイってテンション変わらずですね。安定の沖縄大好きさん、いいですね。沖縄大好きさん、あのアニメね、さっきも何だっけ、ヌルヌルコンボイとか言ってたから、ヌルヌルアニメソングもね、あの響きがいい、好きだから、もしかしたらこのノイズも知ってるかもしれないね、うん、ヌルヌルコンボイ。いいよね、なんか言いたくなるな。解散しちゃったのも遅い、あの遅いじゃない、惜しい。もうちょっと今舌が沖縄大好きさん、どうも安定の沖縄大好きですって、はい、お疲れ様、沖縄大好きさん、お疲れ様です、こんな時間までありがとうございます、うん、ねえごめんごめん、ねえって、疲れてるじゃん。疲れてるね。めっちゃ疲れてるじゃん。はい、お聞きいただきましたのは、ミオ山崎さんでノイズでした。はい、こちらテレビアニメ地獄少女の第4期にあたる地獄少女宵の時のオープニングテーマ曲として書き下ろされた楽曲で、うん、まあこの歌詞を書く時のさ、こだわりとして、うん、
男性は心拍数が上がり、うん、メンヘラ女子はみんな共感する歌詞を心がけているっていうことで、うん、代表曲がメンヘラっていうんだけど、ね、ナシューさんはすごく三尾山崎さん知ってるっていうことで、へえ、うん、このノイズっていう曲もさ、うん、歌い出しからさよならは引き止めて、うん、大丈夫は大丈夫はない、あもういいは全然良くない、うんうん、そのままの私でいいって言ってって、なんかちょっとマジメンヘラ集がねすごくするから、いつかねこのメンヘラ ラジオ、うん、メンヘラジオでねと紹介できたらなと思った楽曲だったんですけど、うんうん、なるほど、うん、聞いてみて、大丈夫って大丈夫ない、どうでした、初めて聞いた、あそうですね、うん、なんか感想なんか感想、はい、なんか別の曲を聴いたことあったんですけど、ああ、三尾山崎の、そうっす、なんかのなんか YouTube でたまたま見つけたのか、うんうん、声がいいなと思って、うんうんうん、他の曲もちょっと探してみようと思いました、うんうん、はい、ありがとうございます、うん、まあちょっとアニメソングばっかり紹介しがちなんだけどね、まあ、うん、アニソンも面白いの多いんで、ぜひなんかそうね、うん、紹介した楽曲をきっかけにアニソンを聴いていただけたら、ね、アニソン、あ、こういうのなんていうの、アニソンフリークのケンタさんがアニソンを広げたいみたいな、どういうことなんか噛み砕こうとしたけど俺全然今、うん、あ、じゃあ追加されますか、あ、お願いします、はい、沖縄大好きさん、はい、あ、違う、違うっていうのは違う沖縄大好きさん、ちなみにハハハ坊主に、あ、ハ坊主に銀ジャムさんっていう女性ボーカルさんもいます、癖あるな、かっこいいです、沖縄大好きさん、いろいろなこと知ってるね、うん、安定してるのが良き、シャッキーさん、一旦ちょっとエンディングいきます、はい、はい、終わりか、早っ、はい、メンヘラジオエンディングでございます、はい、はい、早いね、はい、ツイキャス、ツイキャス続き読んでいただいて、はい、沖縄大好きさん、不安定な時は構ってほしいのが本音、うんうん、でも出しちゃうのもあれなのでお口チャックしてます、あー、まあね、うん、でも吐き出すのもまあ大事、つい最近ね、るいくんもちょっと溜まってたものを吐き出してね、あ、そうですね、すっきりしました、うんうん、もちろん周りのね、やっぱり自分の吐き出したものを受け止めちゃった人が嫌な思いしないかなと思って、やっぱ自分のなんか気持ちってね吐き出しにくいところあるけど、それを溜めてたらね、ずっと溜めてたらやっぱり自分だけがね苦しくなっちゃうからね、吐き出す場というか、吐き出す仲、吐き出せる仲間とかね、そういうのはやっぱ大事だよね、うん、そうね、はい、他に何かツイキャス読んでいただいて、今日のさ、ツイキャスさん、みんないっぱいコメントくれてありがとうございます、はい、はい、沖縄大好きさん、でも今は安定してるぜ、ん？沖縄大好きさん、あ、ごめんなさい、ちなみにヌルヌルコンボイのボーカルをやっていた白高部ちゃんがハッピーウェディングを迎えて県外に行くので、それもあっての解散、あー、そうなんだ、前向きな、前向きなね、なんだ、結婚おめでとうだね、ヌルヌルコンボイ、ヌルヌルコンボイさんがもう白田かぶちゃんっていう子がいる、ああ、そうなんだ、じゃあもうこれで心置きなくお家でぬるぬるコンボ行ってますいい、ね、言えるか、うん、サッチーさんからも入ってなかった、サッチーさん、サッチーさんは、うん、安定してるのがよきよきって言ってましたよ、沖縄大好きさんの今安定してるっていうコメントなんだね、うん、そう、安定の沖縄大好きですって、うんうんうん、もうこれさ、もうほんと終わっちゃうからさ、うん、言いたいことあったらどうぞ、じゃあ今日、収録来ていただいて感想とかありましたら、うん、ナシュさん収録の2週にわたって感想があれば、あ、いいですか、はい、さっきね、心が落ち着ける場所でした、うんうん、っていうなんかそういうテーマだったんですけど、うんうん、今日なんかさっき休憩の時に出て行って、うん、なんか FM ラジオの空間、はい、見たら、あ、ここもなんか心落ち着けるなみたいな、自分がすごくいい場所だなと思った、こびてるわけじゃないですよこびてないですよ、僕は番組元落としてるな、あFM ラジオさんいいっすよね、いいっすよね、本当もうなんか雰囲気が最高です、最高っす、 FM ラジオさんって FM ラジオさんってここでやらかすそうそう、眺めもね、ちょっといいからね、そうそうそう、雰囲気がすごくいいよね、あと、はい、なんか月曜日のこの時間だったら多分、あ、木曜日か、
明るさ調整して、うん、普通にポリポリ書いてるけどもうちょっと言うこと忘れた言うこと忘れた。じゃあ最後に一つよろしい。はい、どうぞ、うん、僕たち二人、うん、これから何どうなるかわかんないですけど、うん、ビッグになっていくにとってもね、あ、じゃあ今日はこのラジオをお聞きの方はみんな聞いていただきたい、存在を覚えておいてくれたら嬉しいです。覚えておいたらいいね。リーキとナッシュです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。皆さん、リスナーの皆さんね、よろしくお願いします。また、ぜひね、あ、だだだそんなの今のまあ、ぜひね、機会があったらまた2人でも、はい、まあ、それぞれ1人ずつでも構わないし遊びに来てください。あ、はい、後で LINE 交換しよう、ね、ね、よろしくお願いしますって、うん、はい、では2週にわたって、ありがとうございました。ラジオここいらでお開きしたいと思います。はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太と瑠衣樹くんと周平です。よろしくお願いいたしますはい、お薬飲んで寝ろありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。寝る沖縄大好きさんもお疲れ様でした。あっちも消していいよ。はい、じゃあこっちも消します。はい、バイバイ。